こんにちは、ジャンゴです。今回は初めの一歩ファイティングソウル動画撮ろうと思います。ということでね、こちらの、検診ガチャ等がね無料で引けるようになってますね。大型アップデート記念ということで、1回無料で引けるみたいなので引いていこうかなと思いますという感じですね。ダブル抽選枠は、こっちを選んで、星7は鮮度でいいよね。まあそうだね、とりあえずこんなもんなのかな。はい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 。あと星6装備、あ、星6装備は変わんないのか。新しい装備とかも出たみたいではあるんですが、まあこれでいってみましょうか。いきましょう、いけ。さあまずはね、ちょっとスペシャル鮮度が出てくれるのが一番嬉しいわけなんだが、どうでしょうね。さあ、あっと、これはちょっとダメそうなやつですね。星6すらない。厳しい。そうね。はい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 。まあまあまあ、無料だからね、しょうがないかなという感じですね。まあ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 、何？ちょっと待って。まあ、激アツモードになってますが、まあ激アツモードでもね、鮮度は 1% もないので、 1% もないっていうか、よく考えたらこれあれか、星7枠ですら葉っぱとか入ってんのか。ひでえなこれ。 0.92% のうちの 30% じゃん、よく見たら。危な、見逃すとこだった。これはちょっと厳しすぎるね、確率が。はい、というわけでちょっと無料分引いてみましたが、大型アップデートということでね、装備が追加されたりとか、まあいろいろあるみたいで、絆もね、なんかコラボ対象のやつがもうコラボのやつ手に入んないんで、なんか絆発動できるようにしましたということみたいなんで、ちょっと絆見てみましょう。はい、コラボ絆ですね。こちらがまあジョーがねレベル1にならないと発動できなかったはずなんですが、まあね、発動するようになりましたよということですね。はい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 。さらにこのコラボ絆7、こちらもね、持ってはいないんですが、発動できますよということですね。あれか、キースがダメだから、1だから2まではいかないよってことか。はい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 。で、コラボ絆8、こちらも上がりますね。オッケーオッケー。どこまで上がる？あれ、進化2まで行くんだ。リカルド・ゴンザレス持ってないのはいいの？別に。ちょっと謎だねこれ。まあまあまあいいや、とりあえず上げれるやつ上げちゃいましょう。コラボ絆9、こちらも上がる。さらにモンスター、これも上がっていくね。オッケーオッケー。はい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 。あとは、モンスターボリューム2、こちらも上がる。なるほど。そして、モンスターボリューム3、これも上がりますね。オッケー。さらに、モンスターボリューム4、こちらも上がりますね。15までか。そうか、他のやつらがね。っていうかまあ、井上尚弥のコラボね、これ星5だからね、あげようと思えば、プロテインであげれるから、ここら辺は別になんか修正する必要もなかったような気もしますがね。まあ、そんなとこですかね。あとね、この強化なんだけど、例えばね、この裏切りの拳とか 13% 上がるやつとかで、ちょっと試しに、強化してみようかなとなった時に、普通に、ね、星5のキャラ選ぶと 5% ずつ進行していくんですが、ポイントね、この前のガチャから90ポイント出てるので、とりあえずこれ突っ込んで、とりあえず90ポイントで強化試しにしてみようかなと。で、ポイントだけだと足りないので、まあまあまあこういう感じかな。あ、 0.9% 上がるんだ。ちょっと上げてみましょうか。まあね、ちょっとまだレベル21まで上がりきってないキャラの星5もね、ちょっと使うのめんどくさいじゃない、もったいないんで、
試しに今のはやってみたけど、まあ他はとりあえず保留でいいのかなという感じですね。はい、というわけで、まあ、今回はね、大幅アップデートの、無料ガチャ回したけど、ガチャ自体はね、ちょっと空振りだったかなという感じなんですが、まあ一応ね、アップデートでコラボの絆が、発動できるようになってたので、まあそっちに関してはね、ちょっと強くなったかなというとこですね。結果的に実践総合力800億突破ということで、ね、1000億まであと少しと、まあ200億をね、少しとかいっちゃうのはかなり、インフレの影響だなという感じもするんですが、まあそんなとこですね。まあ結構いろいろ、まあ大幅アップデートというだけあってね、こう進化の勲章だとか、新しい装備、パッシブの上限解放とか、キャラクターのね、装備の、やつも星6が出たよとか、そういうのがいろいろ来てるみたいですね。まあ、とはいえね、やっぱり、ものことながら装備とかよりキャラが引きたいよねっていう話ではあるんだけどね。はい、というわけで、まあ、今回はねこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。